仰げばと年我が死の吉住くんだよね。懐かしいな。34年ぶりか。え、娘さん。本人、世界の秘境を探検するのが趣味でさ。どうも、人魚の肉食べたらしいんだよね。どう？あの頃と全然変わってないでしょ。これ、来てくれない？え？ダメ、来てくれなくちゃ何も終わらないの。そう、あれは34年前の卒業式の日。私は一人教室にいると、君が入ってきた。私たちはそれまで話したことなんてなかった。でもね、君が3年間私と話したかったってこと、ずっと気づいてたよ。どうするの、吉住君。ここで決めたの。私が仰げば尊しを歌ってる間だけ待ってあげるって。仰げば尊し。君が私と話したかったってこと、ちゃんと受け止めてるってこと、時間経っちゃったけど伝えるね。から海外の秘境まで行ってくるんだ。抱きしめられてあげてもいいよ。